それは塚野さん的にはどういう理由というか現象どうしてでしょうかね、誘因なんですか、まあ、いろんなのあるんでしょうけどね、はい、ただ子供の頃にですね、はい、少年少女空手教室なんていうのに行ってる人の数は多いんですよ、うん、ですからそうですね、親は親は連れてきますね、この子を丈夫な子にしたいとか、でも空手部に入ってくる人の数はもう本当に我々の頃はですね、500人中10人から20人ですから、まあ 1% 5人ですから 2、3% 4、5% の人が空手部に入ってきたんですよね。今はもう 0.5% ぐらいですかね、あの門を叩いてくれる人の数が圧倒的に減ってるんですね。だからそれはどうしてかなっていうのは難しいんですけど、やっぱりこう自分の身を自ら守るというような意識がもしかしたらちょっと減ってるのかもしれませんね。あの空手というのはあの、スポーツではない、まあ、あのもちろん勝ち負けがありますので、そういう意味ではスポーツ、そういう意味ではスポーツ、しかし、まあ、武道ですからね、やはり精神的な面もですね、もうやる人間のその目的というのが自分の置かれている立場で、これが必要なんだ、これのためにやるんではなくて、まあ、これが自分のを鍛錬するのに必要で、そして目的目標いろんなその自分のゴールみたいなものがあるという、それ手段になっていないのかもしれないですね。そうですね、はい、ですから、まあ、そのいわゆるテニスとかですね、はいはいはい、まあ、ああいうその楽しいスポーツゲーム性があるとか、あの楽しい楽しいとかね、まあ、エンジョイできるものではないものじゃないですね、ですね、もう稽古って苦しいだけですから、その4年間逆に言えば塚野さんが4年間続けてきた一番の空手のなんていうんですかね、魅力というか、ですからね、やっぱり最初はあの私は浪人して大学入りましたから、はい、まあ、あの小学校中学校高校では卓球とかバスケットとかやってたんですよね、ゲーム性のある、でも大学に入っていろいろ見るとですね、あの例えば高校の時卓球やったんですけど、はい、中学校の頃卓球やってる人に絶対かなわないんですよね、絶対かなわない、なるほど、もう絶対かなわないんで、バスケットでも野球でもですね、もう子供の頃からやってる人に絶対かなわないんですよ、ね、なるほど、で叶うものは何かとだから意外と空手ってみんなやってないんですね、当時は。ですからあのゼロから始められましたんで、まあ、それが一つで、やっぱり、まあ、自分の身を守りたいという気持ちも若干あったかもしれませんね。で入りましたけども、やっぱり最初の特に1年生の頃はもうだーだー先輩に言われることをこう稽古するだけで苦しくって、達成感もないし、辛いことだけですよね。それがまあですから、大抵の人は2年生ぐらいの時にもうやめようかなって思うんですよね、もうつまんないと。でいろんな誘惑も来ますしね、デートでもしてた方がいいやってことになっちゃうそれをまあなんとか乗り越えてやっていくと、まあそうですね、一言に言って1000時間って言うんですけどね、1000時間1000時間やると黒帯になるって言うんですよ。1000時間稽古すると24時間で割ると、いやいや、そうだ、1日2時間やったら十分でしょ、稽古って1日2時間稽古やったら、そうすると500日でしょ、ですから丸2年やんなきゃいけない、丸2年ですね、ですから3年になると初段になれると、なるほど、いうぐらいの感じなんですよ、はい、ですからその1000時間近くやってくると、自分のこうなんて言うんでしょうかね、型が分かってくるんです。月がこうついた時にですね、ついた月が決まるとかですね、それが自分の中で面白み魅力に変化してそうそう、あ、自分の空手ができてきたなっていう思いがあるわけですよね。そうするとまた面白くなる、分かりやすいですよ。そうすると今度は面白くなってきて、はい、で空手をやるようになる、もっと取り組む、もう一人でいいわけですもんね、それは。そうです。だから対自分、すなわち禅みたいなもんですかね。そうですね。ですから空手は畳一畳あれば稽古ができると言ってまして、ちょっとそれも 目から鱗な、畳一畳あればですね、大体もう空手の稽古できるんですね。突きもできます、蹴りもできますし、こうガッと動いて出る、はい、引く、まあ、一畳で十分、まあ十分じゃないですけど、一畳あればできるということですから、家の中でもどこでもできるんですよね。ですから私は今でも筋トレとストレッチ、
は欠かさずやっておりますし、はい、それがもう何だろう、こう、鋭さを保っていく秘訣になってるんでしょうね。まあ、体力というんですね、はいはい、やはりサラリーマンやってて一番大事なのはもう体力、気力、胆力、まあ、気力、胆力だって私言ってるんですけど、気力、胆力をその支えるのは体力ですから。あ、胆力ですね、はい、ですからその2つがないとサラリーマンやっても何やっても成功しないと、うん、と思いますけどね、うんうん、結局特にそのいろんな、まあ、会社にしても、まあ、プロジェクトにしても、トップになればなるほど自分と向き合わなきゃいけないんですね。そうですよね、誰にも相談、誰にも相談できなくなりますからね。自分でディシジョンしなきゃいけないっていう場になった時に、はい、やっぱりその甘えの構造っていうのは、はい、まあ、その畳一畳の中でこう自分と向き合って鍛えてる胆力があるというのは生かされる気がします、ね、それはもう絶対そうですね。そうですね、最後やはりその周りの人と意見が違う時にですね、うんうんうん、もちろん私議論を尽くすことはもう全然嫌いじゃありませんし、はい、いくらでも議論を尽くしますけども、はい、しかしある、うん、時間枠の中で物事は決めていかなきゃいけないわけですから、最後にそれはじゃああなたと私の意見が違うねと、うん、だけどもこれはもう申し訳ないけど私の意見の方を通すよと、はい、こう言って通すというのはこれ胆力ですよね。胆力わかりますよ、もうだって結果的にとてもこう自分の、まあ、不利、まあ、要するに何て言うんだろう、分かりやすいところでは不利に陥るわけですね、それを乗り越えられるっていうのはやっぱり胆力だと思いますけどね。ですもんね、それと相手を説得する気力ですね。だから気力胆力がない人はなかなか、いい仕事はできない。それに知力があれば抜群ですよね。そう、もちろんもう知力はベースですね。もう当たり前のことですね。当たり前ですね。例えば海外と仕事するのですね、はい、語学と知力、もうこれ当たり前のことですね。そうですね。語学もコミュニケーション力と、もうコミュニケーション力、はい、それはもうなきゃいけない。なきゃいけない。ですけども、それがあっても、うん、いい仕事はできない。なるほど。そこをですから NPO に、賛同して、インベストしてくださる方というのは、うん、そこが今日本もしくは世界には必要なものだと、そうですね、それが空手では、まあ、培えるという、まあ、ですが空手プラスアルファでですね、アルファ、で空手をやりながら、うん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 、なおかつ国際的な人材に育ってくださいと、うんうん、こういうことを願って活動してるんですけどね。あ、じゃあなんとなく分かりました。なんとなくじゃなくて非常によく分かりました。4年間のその中学校でやってた卓球にはかなわないとかっていうところでたどり着いたところが空手だった。その4年間でもうブラジルに切り取り込みたいに行けるような胆力を、そうですね、自然にやっぱり合宿とかですね、苦しい練習とか、それからまあ商談審査の前の稽古とかですね、試合の前の稽古とか、本当にそれはもう体力の限界までやってたわけですよね。そういうその体力的な苦しさっていうのは会社入ってからどんなに苦しいその残業しなきゃいけない、徹夜しなきゃいけないなんてことあっても、うんうん、あの時の稽古に比べればどうってことはないという感じですよね。うん、そうですね。